平野紫仕様、新曲主演ドラマは時間の問題問題とべ遺跡で業界熱視線。皆さん、こんにちは。ジャーナリストとして、今回はエンターテイメント界では大沸騰中の平野仕様についての特集記事をお届けします。彼の新たな一歩に注目が集まっており、その詳細を掘り下げていきましょう。 7月26日放送の時をかけるフジテレビ系にキングプリンスへの流瀬角と高橋山が出演。ジャニーズ JR 時代に同番組に出演した際の映像が流れ。 今年5月22日をもって、ジャニーズ事務所を退所した平野紫洋と神宮寺ゆうだけでなく、2021年に退所している元メンバーの岩橋玄樹の姿も見られる6人時代の映像がオンエアされたことで、感慨に沈むファンも少なくなかったようだ。 その前日には5月22日をもってキングプリンスを脱退した騎士歌が主演映画 G メンの完成披露舞台や挨拶に登壇。共演者から無茶ぶりされ、600人のファンの前で、かからめはめ、排水の陣、と威発ギャグを披露するなどノリノリだった。騎士も9月30日をもってジャニーズ事務所を退除予定。 平野と神宮寺は7月7日に、ジャニーズ事務所前副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた、戸部への所属を発表しているが、岸の挙手も注目されている。岸の戸部入りは規定路線でしょう。滝沢氏のインスタグラムは1月中旬から更新が止まっていましたが、元 V6 の三宅県の戸部所属が発表された翌日に、突然3枚の火山写真を連投。 最初の1枚が赤、次が水色で、3枚目が紫が買った写真だったのですが、これが平野のシンク、人流児のターコーイズブルー、騎士の紫とメンバーカラーに呼応しているとしてにおわせだと騒がれました。実際。 平野と神龍寺の所属発表時にはシンクとターコイズブルーの花束がそれぞれ用意され、金プリ時代のメンバーカラーを明らかに意識していましたから、騎士の合流も固いと見られるわけです。13日発売の女性セブン小学館によれば、 平野と神龍寺の音楽活動は、騎士の合流を待ちたい、として10月以降に指導するとのことで、ファンの関心事は3人のグループ名に移っています。芸能ライター。戸部には三宅、平野、神龍寺に続き、7月14日には元ジャニーズ JR のインパクトオーズ改めイムプへの所属が発表されており、今後もやめジャニが合流すると見られている。 業界中がトべの動向に注目していると言っても過言ではありません。来年にかけてかなり大規模なライブイベントを仕掛けていくようですが、タレントの退場ラッシュで弱体化している今のジャニーズに忖度するよりも、むしろ彼らを使いたいと考えているレコード会社の上層部も少なくない。 とりわけ、元金プリ組の新曲発売は、そう遠くない時期に実現するのではないでしょうか。音楽関係者。一方、テレビ界が注目しているのは、何と言っても平野だ。インスタグラムを開設するや、わずか2日足らずでキングプリンスへのフォロワー数を抜き、27日現在で359万票を誇る。本格的な活動スタートとなれば、 木村拓也、およそ399万、や嵐、およそ439万、を抜き去りそうな勢いだ。 先日日本テレビの定例会見で金プリの冠番組の話の際に平野神宮寺についての質問が飛び出しましたが編成担当の福田博之専務は具体的な番組の出演については各番組個別の判断になるので今現在はここで報告できることはございません。と起用について明言を避けました。 しかし、水面下ではすでにテレビ各局で平野の主演ドラマ企画が飛び交っている状況です。ジャニーズとの兼ね合いもあるでしょうから難しい面もありますが、視聴率が見込めるのは確実なだけに、奪い合いとなるのは時間の問題でしょう。テレビ関係者。 ジャニーズに残った長瀬と高橋の日本テレビでの主演ドラマはどちらも視聴率の全話平均が4%台前半に終わり配信人気も振るわなかっただけに業界内外から平野大暴論が巻き起こるのは想像以上に早いかもしれない結論平野市用の動向はエンターテイメント業界に大きな影響を与えつつあります 戸部遺跡、新曲の発売、そして主演ドラマの可能性が彼を囲む話題となっています。ファンや業界関係者、テレビ視聴者が平野の今後に期待を寄せている中、彼の成功を見守り、彼が提供する新たなエンターテインメントに期待を寄せましょう。